氷河のダブルスマイル。ハンピネスローバーズ背番号8番中村氷河です。僕は1996年生まれで4月25日生まれです。サッカーを始めたのは4歳の頃、中大 SC さんに入りまして、幼稚園3年間やって、年長さんの時にクーバーコーチングに8年間入りました。年中から小学校6年生までクーバーコーチングに入りまして、それと並行して小学1年生から小学2年生の終わりまで二宮 FC さんに、自分の地元の母校の地元二宮 FC さんに入りました。そこから三輪船橋に2年生の終わりから中学校3年の夏までメディアユースまで入りました。そこからジェフユナイテッドユースに中3からユースの方にさせていただいて、中3の夏から高校の3年生まで入りました。サッカーを始めたきっかけは、両親からいただいたサッカーボールを毎日家で触っていたことがきっかけだと思います。両親から聞いた思い出は、動画など見たときはもう敵なしで、もキーパーやってもボールを取ってしまうような選手だったと聞いています。小学校2年の終わりまで FC にいました。そこでは大会出たら負けなしぐらい全部優勝してましたが、他のスクールクーバーコーチングに行って、もっとレベルの高いところでやりたいと思い、いわゆる名橋に来ました。その当時レベルアップして次のチームに行きたいと考えた時に、レーソル、私はレーソルさんに移籍しよう、試験を受けようと思ったんですが、3年4年が入塾条件だったので断念しました。移籍する前のプレースタイルは結構スピード重視、身体能力重視だったのですが、ビバイオ船橋に入って足元の技術がすごいついて、そこでの面白さや裏を取る、逆を取る面白さを知って、スピードを使わず相手を騙していくという技術を覚えました。ご飯、牛さん盛り、食べ過ぎてちょっと小4の時太り過ぎてしまう、小学生の一番の出来事は、自分は小学校4年の時に親友を交通事故で亡くしてしまって、小6の時に、弟のように可愛がってた親戚いとこを亡くしてしまって、病気で亡くしてしまって、その2人が本当サッカーをやりたくてもできない状況になってしまって、そこで自分はサッカー健康でできてるっていうのを改めて自覚して、必ず2人の分もプロになるっていう決心をしました。そしてプロになってからゴールを決めた後は必ずダブルサインをして2人にゴールを捧げています。いや、もう死に物狂いで練習しましたね。もう毎日学校が終わったらすぐ、家から学校がもう5分ぐらいあったんで、カバン置いてすぐ練習して、もう夜遅くなって先生にもう帰りなさいって言われるぐらいまで練習してました、はい、もう4時から1人 で、はい、で友達とシュート練習したり、もう永遠とやってましたね。そうですね、そのまま二宮中学校に移動して、でチームはビバイオ船橋さんでやって、で部活陸上部に入ってました。市で4位、長距離 1.5m 4位です、はい、で駅伝に出て、船橋の全部の学校の駅伝に出て1区の2位でした、はい、短距離はちょっと遅いです。めちゃくちゃ遅いですね。トレセンは1年から中1から中3まで3年間ずっとナショナルトレセンに入ってまして、でエリートプログラム、ナショナルトレセンの1個上の年に1回あるかないかぐらいの活動は1回だけ選ばれていきました。ナショナルトレセンの選考基準は関東で11人、東北で何人かで、東関東で22人ぐらいで活動してました。あの時の J ビレッジはすごい綺麗で、すごいこんな芝あるんだって思いました。小6の時からの練習が中学でもずっと継続して、で陸上部に入ってちょっと負けたくないっていう、ちょっと負けず嫌いかわかんないんですけど、めちゃくちゃ走って、で
そうですね、伸びてきましたね、だんだんと、はい。最終的にはジェフ千葉を選びまして、その過程で高校からは市船や青森山田、前橋育英、視野に入れてたんですけど、やはり J 株の方がプロに直結してるかなって自分で考えてジェフを選びました。その理由は菅澤大河さんがジェフユースの監督だったんですけど、その人の練習の仕方や、なんかサッカーの価値観がすごい面白くて、それに惹かれて一発でもうジェフだって別に何回も参加させていただいて、それで自分に足りないものがあるなって感じていました。その過程で FC 東京さんに中2ぐらいからもう熱心に誘っていただいて、ずっと週1回2回ぐらい参加させていただいたんですけど、その経験もすごい自分の今の経験に結びついていて、上釜さんには感謝しています。中3の夏からあんまりないんですけど、ジェフ側が認めていただいて、でビバイオ側も認めていただいて、で移籍しました。自分の代は3人出ましたね。結構なんていうの、町クラブから3人同世代出るのはなかなかない、今名古屋グランパスの榎本大輝と、あとジュビロ磐田の志村浩の自分の3人です。あ、それで今年もう1人 YCC に音泉翔真が入りまして4人になりました、はい。あ、取ってします。年末にみんなで集まってフットサルの大会とか出て、やっぱプロ4人もいるんで、で他の人もめちゃくちゃうまいんで普通に優勝とかします、はい。そうですね、まあ自分は結構敵対意識じゃないですけど負けたくないっていう意識ありますね。やっぱり J1 でやってる選手もいるので、絶対最後には自分が笑うっていうのを意識して毎日取り組んでます、はい。勝負に対するこだわりの中に楽しさを見つけるっていうのがすごい印象的で、今までビバイオだったらなんかフェイントとかして相手抜いて楽しむとかだったんですけど、本当あんまり触らないボールのタッチとかトラップの角度だけで相手を騙して裏を取る楽しさとか、そこでのその楽しさを忘れず勝負にこだわるっていうことが本当に印象強くて、で負けたら罰走はめちゃくちゃきつかったですね。でんぐり返しでゴールラインかゴールラインまででんぐり返しして走って戻ってくるみたいな罰走とかもあって、すごい面白かったですね、はい。最後もうみんな走れなくて歩けなくて全員倒れてるみたいな感じで目回りすぎて、高2でイタリアオランダ遠征に行かせていただいて、フェイエノルフトの9番、ユースの9番、まあ、ほんとザ・マメタンクみたいな、自分よりちょい小さいぐらいで多分ここでの70、80キロぐらいあるんじゃないかなっていう選手がいて、強すぎてもう訳が分かんなかった。身体能力的にもうそれでも足速いんですよ。だからもう骨格なのかな、骨格が違いすぎるのかなって思いました。サンプドリアともやって、もうディフェンス全然強くないんですよ。でも最後の4枚が硬すぎて全然点取れないっていう、そこまでは持っていけるけど最後の点取るっていうところはすごい守り方うまいっていうか、そこはやっぱイタリアサッカーの守備の部分が出てるのかなって、ユース年代から出てるのかなって感じました。アンダー17のワールドカップに 7番で出させていただいて、でベスト16で終わってしまったんですけど、もう自分は正直1位になれると思って取り組んでたので、ちょっとすごい悔しかったですね、はい。ご視聴いただきありがとうございました。これからも上げていくのでチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。